はい、こんばんは。パーソナルトレーナーの担当さんと会わないという時、担当を変えてもらうことは失礼なことなんでしょうか。いや、全然失礼じゃないと思いますよ、僕。だって会わないとやらないじゃん、行かなくなるでしょ絶対。あれさ、会わない人と、いやっとめちゃくちゃつまんないですよ。やっぱり会う人と変えてもらうこと、それはどこでも同じで、言い方変えりゃキャバクラ行って指名してるキャバ嬢を変えるか変えないかって、これは揉めますね。銀座のクラブでその何、自分の何担当変えたら大揉めになりますね、うん、女の子同士がだよ。でもパーソナルトレーナーは大揉めにならないと思うよ、うん、だって自分がそうじゃなきゃつまんない。まあさっきのキャバクラでも同じだよね。自分がこっちの子じゃなきゃつまんないだと変わるよね。まあまあいろいろね、パーソナルトレーナーは大丈夫ですよ。なんならジムを変えればいいじゃないですかって話だと思うんですけど。まあでも全然僕失礼じゃないので、はっきり言えばいいと思います。俺もやってると思うもん。なんかすごいきついことされてさ、俺がめっちゃめちゃ苦しい顔してるの見て、喜んでる顔してるやつ見るとムカつくもん。お前とはやりたくないと思う。それと続かないから行かなくなるでしょ。あとね、実はパーソナルトレーニングよりも、友達とか、むしろ年下とか後輩とかと、二人で、とか三人で、年下ね、特に10個ぐらい下のやつと、俺は、20個、30個ぐらい下のやつと一緒にやって、一人のトレーナーでやると面白いね。俺よりできなかったり、俺はもう年だからできなくて当たり前のことなのに、できないのを見て、俺は見て、笑っちゃって、面白いしょうがないね。それが楽しいから続くんですよ、トレーニングは。一人だと続かないんだ。だから割とパーソナルトレーニングよりも 2,3人の仲間とにトレーナー一人で同じことやると、これ結構面白いですよと思います。